Eニュースをお伝えします。怪獣映画デッカード少男隊メカシュラパンツの特別試写会が見逃しネマで開かれました。昨年公開され好評だったデッカード少男の続編にあたる本作は、正義のデッカード少男が謎の怪獣メカシュラパンツと戦う一大娯楽映画となっています。2000億円をかけて制作され、監督で主演のデッカード少さんは歴史的傑作だと自慢げに話しています。マジの耳に聞きました。ときめきました。それで何か商売できないかな。はい、4月26日のWeニュース、黒沢がお伝えしました。